はい、こんにちは。九州鳩小屋 G 不動産田辺です。今日もよろしくお願いします。今日は和歌山市の磯の浦駅からお届けしております。こちらご覧の通り、この時間夕方もう5時過ぎですね。ほとんど人がほとんどというか私しかおりません。ただこちら海岸がございますので、海岸には高校生などの姿がよく、見られました。で、こういうところで、民泊あるいは簡易宿泊所成り立つのかというのもありますが、ただ実際物件がすごい安いので、変な話、民泊であってでもですね、夏の海水浴シーズン、それだけで元が取れてしまうのではないかという勢いです。で、ここでですね、会員宿泊所を取ればですね、通年で営業できますので、本日私も、この近くのドミトリーに宿泊しましたが、外国人サーファーが、宿泊しておりました。非常に、魅力のある、地域であるという認識です。和歌山で不動産あるいは簡易宿泊所のご相談、ご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。失礼いたします。